そうね、彼らは目的のためなら何でもやるわ。七神、魔人、悪竜、これらに関する古き者どもですら彼らは平気で標的にする。それにしてもよりにもよってアビス教団を狙うだなんて。あら、旅人じゃない。あれ、なんでカウンが嵐姉さんのところにいるんだ。何か頼みたい依頼でもあるのか。こんにちは。今宝刀団について話し合っていたんです。そうなの、見境のない宝刀団といえどもアビスに関わってはいけないことくらい分かってるはずなのに、あれは邪悪すぎるもの。ですが近頃モンドとリーユエ一帯にいる宝刀団の南と北を代表する二人の頭が手を組み、何やら大きな計画を練っているようなんです。宝刀団、南と北を代表する二人の頭？人呼んで南の長子と北の会長よ。ああ、会長はオイラも覚えてるぞ。確かモンドでアンバーと一緒に戦ったよな。でも南の長子って誰だ？よく知ってるわね。どうやら過去に宝刀団と接触したことがあるみたいね。そう、リーユエ一帯の宝刀団をまとめる人物よ。団員からは姉貴と呼ばれているわ。彼女の盗賊としての際はまさに盗みの神の恩恵を受けていると信じる人もいるほどでね。だから神の長子とも呼ばれてるそうよ。まあただの噂だけど。とにかく宝刀団が過去に誰にも発掘されていない遺跡を発見したことと、その遺跡がアビス教団によって厳重に守られていることは事実です。とても危険なため普通は手を引くのですが、宝刀団は宝を手に入れることしか考えておらず、下っ端をおとりにアビス教団の戦力を分散し、精鋭を一人送り込んで宝を盗むといった計画を立てているようなのです。しかもその計画のためにわざわざフォンティーヌから姉貴と会長がとある大宝刀家を招いたらしいわ。大宝刀家？なんだかすごそうな肩書きだな。ええ、この筋では伝説の人物よ。宝刀団にとっての大宝刀家は冒険者たちにとっての大冒険者と同じくらい尊敬される立場にあるの。あなたたちもあのテイワット観光ガイドの作者を知ってるの？そう、大宝刀家は彼女と同じくらい尊敬される人物なの。だから南と北の宝刀団をまとめる二人の頭の力をもってしても彼を計画に招き入れるのは容易じゃなかったらしいわ。今のリーユエは大きな変革を迎えている最中にあります。ですから総務士も戦艦軍も宝刀団の処理をする余裕がありません。しかし私の直感ではアビスと関わる者には未知なる脅威が潜んでいます。ですのでこうして冒険者協会へと依頼をしていたのです。ああ、その依頼、オイラたちが引き受けるぞ。本当ですか？ありがとうございます。やっぱり頼りになるわね。それじゃ、気をつけていってらっしゃい。依頼の細かな部分は、教会に任せておいて。貯金した方がいいだろうか。